YouTuber さん、いい YouTuber さん見つけました。ゆうせいそうさん。チャンネル登録数は4万人。非常にいいこと言ってますよね。僕なんか、その、頑張ってれば報われるみたいな宗教を全然信じてなくて、それ努力の方向性次第じゃねみたいな。間違った方向に努力してたら報われるわけないっしょって思ってるんですけど、でその努力の方向性をうまく修正していくためにトライアンドエラーが必要だと思ってます。こうすれば熱いんじゃねって思ってとりあえずやってみて、でその結果を見る。 YouTube のいいところは結果が即時に出ることなんで、試行錯誤を繰り返すのにすげえいいプラットフォームだと思ってます。でこうすればいけんじゃねって考えてやってみて、ダメだった、うまくいったとか、これがクリエイティビティなんですよ。 YouTuber って自分の中から価値を出していく存在なんで、でその自分の中から価値を出すためにはもう死ぬほど考えて、とにかくやってみる。もう考えてやってみる、考えてやってみる、もうこの繰り返しです。で YouTube のいいところって滑ってもいいところなんですよ。っていうのはなんか一回動画ミスっても別に問題ないっていうか、視聴者もまあつまんねえ動画あるわって思うだけなんで、問題はいい動画の数とその質じゃないですか。しかもまあ最悪滑りまくったら消せばいいですし、動画だから本当にトライアンエラーに向いてるんですよ。で多分それが成長速度も一番早い。あでちなみにそのチャンネルの方向性とか、始める前からもうガチガチに決めようって思ってる人いますけど、僕的にはあんま決めない方がいいと思ってます。てかまあ自分が今までいろんな発信をしてきた人とかだったら最初に方向性決めるとかも分かるんですけど、今まで自分が世の中に発信とかしてきてない人だったら、その初めての自己発信なわけじゃないですか。その状態でなんか完璧にうまくチャンネルの方向性決めるとか僕的に無理だと思ってるんで、だからこそさっき言ったようにとにかく10本上げてみて、あこういう方向性でいこうかな、こういう方向性でいこうかなみたいな、これも試行錯誤していくっていう。で以上がまあ YouTube 始めるにあたって基礎的な本質論なんですけど、そのテクニックの部分で言えば、見習うべきはエビスジャップの戦略だと思ってます。まあエビスジャップって YouTuber は登録者ゼロの状態から1本目の動画で100万再生いくみたいな、そんで一気に登録者1万人ぐらいまで伸ばして、とにかく食ってけるぐらいの額稼ぐみたいな、まあこのバズ狙いが一番早いと思います。まあその良質な動画を積み重ねていけば、いつかは登録者1万人とかいくと思うんですけど、まあ1回バズっちゃう方が圧倒的に早いんですよね。だから最初の方は基本バズ狙いばっかで攻めた方が多分戦略としてはうまいかなって思います。でその何かの動画をバズった時に過去動画で何かいい動画があったりすると、さらに登録してくれる可能性は高まりますよね。だからまあ多分理想は良質な動画積み重ねつつ、バズ狙いをバンバンやっていく。まあで一回バズっちまえばとりあえずしばらく食っていけると思うんで、まあそこを目指すのがいいかなって僕は思います。あでちなみにそのエビスジャップの1本目のバズった動画、一応概要欄に載っけときますけど、これバズったのって投稿してから4ヶ月後ぐらいなんですよ。だからまあ、いつバズるかはわかんないです。結局 YouTube さんがおすすめにいろいろ表示してくれるかどうかなんで、まあ YouTube でさっさと稼ぎたいっていう人はもうバズ狙いガンガンやっちゃいましょう。あ、で最後に YouTuber のデメリットとか気にする人ちょいちょい。まあそれで、エビスジャップのバズ動画。見てみましたけど、どうも私、たとえ999人に嫌われても一人に愛された男、富士です。 Tinder っていう世界中で人気の出会い系アプリがあるんですけど、今回は Tinder でマッチした人1000人にいきなりセックス誘ってみたらどうなるのか検証してみたいと思います。流れとしては1000人にいきなりだけどエッチしようって送ります。そして返信内容を紹介するとともに、送信数1000に対して1返信数、2 OK の数、3 NG の数、4その他に分類していきます。まあ NG ファミリー、はい、今日はね新橋に来ております。なぜ新橋に来ているかというと、社会人のナンバスポット、鳥動画があるからね。まあ1本目からバズったチャンネルですけど、なんか自分には無理ですよね。だって若さを武器にしたナンパの動画ばっかりです。これは私には無理です。いやこれでバズってYouTube がこれを推薦したとするならば、どうなんだろうね。グレーゾーンだと思うけど、
って、そういろいろ考えたんだけど、あいつね、憧れる人がいるんだだいぶ急になるんだけど、実はその憧れの方がね、私も来てました。やっちゃおうか。やっちゃおうか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。マリノです。めっちゃいいっすね。確かに。マリノです。ということでね、今回の企画簡単に説明していこうと。仕掛け人たちを紹介していこうと。よし、はい、今回の仕掛け人はこいつらだ。どうぞ自己紹介。どうも、ちょっと引き切れいです。はい、翔太です。バーの人、バラマの友達。次、スペシャルゲストの3人がこちらになります。こいつが企画力、ドッキリなんだこれ。Sure.